人生は、ね、自分次第だよ。だからね、こういう慌てたらあかんのですよ、ね、ライトライト。今ここにテーブル買うの決まりました。落ちてなんぼの。ここにテーブルをね買いますわ。あとはまた品物揃えますわ。ね、だから従業員ね5人雇います。5人。仕事はもう多数多岐にわたる。電子書籍70冊、セミナー10万で、クロンビアレコードの、ね、社長も知っとる。あとは言わない。あとは YouTube 見てください。私は皆さんええ天気だったな。和歌山はあったかなったって言うらしいですね。あったかなったった。お腹に落ちてんの。うちのおふくろね96まで来たんですよ。うちのおふくろ96まで来たんですよ。ちょっと自慢するけどね、こんなことしとる人はいいね。まあ、見てください。これでなぜね、俺が行動その難しいんですわ。例えばね、今ね、いろんなインターネットしてるでしょ。前と行動は一緒。でもね、じわーっとね、例えば Facebook を友達にしてるでしょ。そしたらそれがまた広がって拡散していくんですわ。だからそれに頂点をバーっと行って、豆まきしてるんですよ、豆まき。行くとき一気に言いますよ。そんなもんですよ。だからヒカキンは何本も100億。たったの100億。だから、ね、今の時代は100億とかね、1000億とかそういう時代で違います。1兆円の勝負です。俺赤が好きやけどな。今まで赤は、あれも乗ったことがいいですよ。要は走りますよ。これ乗っとった俺。だからね、これね、金の余裕。ね、金がなかったらこれもないし。ドローメーターでさ、2222で、俺の友達が面白いんですよ。あそこに例えば女の子でしょ、ちょいちょい言ったら女の子来るんですよ。違うんだな、あれ。あれ、ショープラス、今日今から風呂入ろうと思ってね、ちょっともう一歩したら入りますわ。人生は、俺もあれ買おうかもあらんな、家のホースやつ。意外とね、なんつうかな、あ、なんとかな、あの洗濯物干しかけ。ここね、6畳ですよ。俺ね、部屋ね、やっぱね、6、6、6、4、6、24畳、20畳がいりますわ、やっぱ人間は。20畳。だから、アダムのね、240万以上のないから、あれそれ借りますわ。結構そうでしょ。で、桃山大学院からメール来たけど、あとうんともすんとも言わん。そんな、社会出たばかしで、おしげん、用はね。俺70年生きてたからね、ホームレスもして、親の年金で。仕事は、だからポケットいいでしょ、これも。自分作ったんですよ、僕。これ自分作ったんですよ、ボタンも使わなくて。だから人生はね、自分次第。子供も教育、俺はね、親から教育を受けてもらった、僕は受けたことないですよ。仕事は自分を殺さないけど、最後に35の時に言いました。最後で死ぬ前じゃないですよ。そのぐらいしか受けてません。あとは親の背中を見て育ちましたね。そういうことで、淀川長さん、原田さんって多いでしょ。あれ、さよなら、さよなら、さよなら。あの人ね、3億ぐらい貯めて独身でしたよ、一緒。だからメガネもね、置き場所を持ってあげるんですよ。あそこのラウンジ行こうと思ったら、ね、いかんほうが出るんですよ。それ言ったっていい。よしし。で、この頃ね、喫茶店やっぱね、人間ってね、大したもんや。契約書っていう心働いて、喫茶店もね、だから、ね、怖いそうに逃げて、貧乏になったら、電気も、細いのつけて、夜、人も来るしね、電気代節約になると思って、電気、細いのつけてね。で、例えば、爪楊枝も削って使おうとか、だからそういう3日で使う男で、キャバクラでも1000枚以上使ってるからね。そんな心境になったんですわ。あ、原石仕入れもそうせえな。わかんな。
だからそういうこと多いけど、いいんですよ、これで俺は。俺このまま死んでもいいんだからね、年金もね。俺はね、俺暑いでね、飯食うと健康、以上。まあ、一回切りましょう。もう、